皆さんこんにちは、マイスターです。こんにちは、アシスタントのコウメです。今回は評価サイトによってはクソゲーともバカゲーとも言われてる作品、オープンワールドでギャルゲーができなおかつ女の子のあんなところやこんなところの写真を撮って遊ぶことができるゲーム、夏色ハイスクール青春白書。転校初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて、激写少年の日々はスクープ大連発で意外とモテモテなのになぜかマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考える、ひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方をやっていくよ。随分長いタイトルですね。まあこのタイトルでこのゲームのできることを全て説明してる感じだね。それにインパクトがあるタイトルだと気になってて手に取ってくれる人も増えるしね。確かにどんなゲームか気になりますね。それじゃ早速プレイしながらこのゲームについて話していくよ。もはやお約束の流れになってきてますね。このゲームの名前は夏色ハイスクール星青春白書。高初日の俺が幼馴染と再会したら報道部員にされていて、激写少年の日々はスクープ大連発で意外とモテモテなのになぜかマイメモリーはパンツ写真ばっかりという現実と向き合いながら考える、ひと夏の島の学園生活と赤裸々な恋の行方。2015年6月に D3 パブリッシャーから発売されたオープンワールド学園恋愛アドベンチャーゲームだよ。ストーリーとしては日本のどこかにある小さな島、夢ヶ島、そして島にある夢ヶ島高等学校に 20XX 年7月7日に主人公が転校してくることから始まるんだ。ギャルゲーでよくありがちな設定ですね。ちなみにこの隣の男子生徒、通称シゲもよくありがちな設定だけど、特に何かしてくれるといったことはないみたい。ときメモの男友達みたいにはならないんですね。まあ調べた感じってだけだから、もしかしたら女の子の情報なんかも教えてくれるかもしれないんだけど、もしシゲの情報がありましたらぜひコメントに書き込んでください。どちらかというとシゲより女の子たちの情報の方が欲しい気がしますが、ところでこのゲームの発売元の D3 パブリッシャーってあまり聞いたことありませんけど、どんなゲームを発売してるんですか？ D3 パブリッシャーは調べてみた感じバカゲーって言われるジャンルのゲームを多く発売してるみたい。例えば安くて様々なジャンルのソフトが売りのシンプルシリーズやバカゲーを代表する地球防衛軍シリーズ、他にも紳士の社交場と呼ばれるドリームクラブシリーズ、とか様々だね。一癖も二癖もあるゲームが多いんですね。というかシゲまだ話すのか。話が長い男は嫌われるぞ。というわけでカット。シゲの聞く長い話が終わったと思ったら今度は女の子に捕まっちゃいましたね。この子は主人公の幼馴染の子だね。名前は三日月めぐ。ギャルゲーによくいる幼馴染ポジションの女の子だね。ちなみにこのゲームの最初に自分の名前の愛称を決めることができるんだけど、この子だけはどんな名前、愛称にしてもアナッチって呼んでくるんだ。何か嫌ですね。そもそもなんでアナッチなんだろうか。デフォルトの名前にもアナ要素ないのに。確かにちょっと人聞きの悪いあだ名ではありますね。もはやいじめまでありますよ。というか外界から隔絶された島で幼馴染に会うなんてもはや運命じゃないですか。この子を攻略しましょうよ。相性はムカつくけど運命感じるしいいかもしれないね。なんだかんだあってメグちゃんに報道部に連れてこられました。どうやら勝手に入部する流れになってるみたい。何年ぶりかに会った幼馴染をいきなり自分の部活に入れようとするなんて行動力がすごいですね。一応この入部するかは選択肢になっていて、入部しないを選ぶこともできるよ。入部しないを選ぶとどうなるんですか？部長の好感度が下がって入部するを選ぶまで延々質問されることになるね。まさにイエスか、はい、しかない質問とはこのことですね。そんなわけで晴れて報道部の一員になりました。これからこの報道部員の女の子たちとキャッキャウフフの生活を送っていこう。というかこの子たちがこのゲームのヒロインなんですね。他にも数人いるけど、ここにいる人たちが主なヒロインだね。報道部の証のカメラももらったし、早速取材をしていこう。このゲームでは全キャラクターに話しかけることができるよ。試しに女の子に話しかけてみましょうよ。まあ特別なイベントとかのフラグがない限り基本一言なんだけどね。他にもこのゲームでは特別なモードとかに行かなくても写真撮影を行うこともできるんだよ。フォトモードとかに行かなくてもいいのはなかなか自由度ありますね。撮影も高さなんかを自由に変えることもできるし、自由度は無限大だね。例えば女の子の近くでこんな風に下からカメラを構えることもできるんだ。普通に失敗してるじゃないですか。このゲーム NPC に当たり判定あるし、カメラモードだと少し距離感つかみにくいから仕方ないね。女の子の近くで伏せてカメラ構えたりして何にも起こらないんですか？このゲームでは女の子の周りで不審な行動を取ると不審者メーターみたいなのが溜まっていくんだ。不審な行動というと、
例えば女の子の周りで不自然に伏せたりカメラを構えてパンツを取ろうとしたりだね。全部今のマイスターさんがやってる行動じゃないですか。メーターが溜まりきるとどうなるんですか？メーターが溜まりきると生徒指導や警察に追われたりしちゃうんだ。最悪停学になることもあるらしいよ。むしろ今の状況を見て停学で許してもらえるのもなかなか緩い世界ですね。ちなみに歩道や停学になると一部イベントのフラグが消えるみたいだね。できるだけ見つからないようにしろってことですね。生徒の中にはキーワードを使って話しかけることで会話ができる生徒もいるよ。今回はこの女の子と話してみよう。は、何だったんだ今の挙動は。なかなかショッキングな映像でしたね。このゲームこういうバグが多いみたいですし、こういったところもバカゲーって言われるゆえんなのかもしれませんね。やっぱりお前もその挙動するのか。さて最後はヒロイン固有のイベントをやっていこう。今回は報道部の先輩でもある大神弥生さんのイベントだね。幼馴染とは別のヒロインですね。個人的には幼馴染より弥生先輩の方が可愛いから公約するならこっちだね。イベント内容としては幽霊の噂があるからそれを弥生先輩と学校中を取材しながら探していくって感じだよ。ところで疑問なんですけど、このゲームどうして一部サイトではクソゲーって言われてるんですか？それじゃこのゲームの問題点を少し話していこう。まずはゲームシステムに関してだね。このゲーム一応ジャンルとしてはオープンワールドってあるけど、オープンワールド感が少ないのが問題点としてあるみたい。実際使うのは学校と駅周りの街がほとんどみたいだしね。確かにオープンワールドとしては少し物足りないのかもしれませんね。他にはクエストなんかをやっている時のクエストマーカーが出ないっていうのがあるよ。それはバグかなんかなんですか？いや完全に仕様だね。その仕様のせいでクエストを進めるのも完全ノーヒントのものが多いから、クリアするには攻略サイトを見ながらやらないといけないんだよ。ノーヒントは確かにきついですね。でもそれなら何周もすればいいんじゃないですか？このゲームは1周がゲーム内で80日以上過ごさないといけないから、そう何周もできるもんじゃないんだ。そう考えるとクエストマーカーくらいは欲しかったですね。それにこのゲームクソゲーあるあるのミニマップがないっていう問題も標準装備なんだよね。これもまたオープンワールド系なのにミニマップがないゲームなんですね。あとこのゲーム時間によってフラグが立ったりするんだけど、その時間経過をさせる方法がトイレと保健室の2種類しかないんだ。その中でも一番時間を使う保健室は連続で使用できないから、どうしても時間を進めたい場合はトイレに行きまくるという状態に。もう少しなんかあってもよかったんじゃと思っちゃいますね。そしてこれが最大の問題なんだと思うけど、バグが多いんだよね。さっきの変な挙動とかもそうだけど、有名どころだと壁抜けバグができちゃうんだ。バグが多いのもクソゲーの特徴ではありますしね。ちなみに壁抜けとかのバグを使うと女子トイレに入ることもできるらしいよ。秘密の花園に入れるって考えるとなかなか熱いですね。ちなみに入っても特に何かが起きるといったことがあるわけじゃないみたい。でも問題点ばっかりじゃなくて、ヒロイン全員にきちんとした設定や性格があるのは評価されてるらしいよ。確かにそういったキャラかぶりとかしてないのはギャルゲーとしては評価高めですね。それにパンツの撮影といった今までプレイヤーがバグとかグリッチでやっていたことを公式でできるようにしたのも新しいって評価されてるみたいだね。意欲的な作品ではありますよね。イベントもいい感じに進んでるね。攻略サイトのおかげでどこで誰に話せばいいかも丸わかりですしね。皆さんどうだったでしょうか？今回はバカゲーともクソゲーとも言われている夏色ハイスクール青春白書をやっていきました。軽く触った感想としては、ギャルゲーをオープンワールドでやってるんだなといった感じです。クソゲーかと言われればおバカな要素がうまくカバーしていて、クソゲーってわけでもないような気もしますし、ただやっぱりバグが多いのと若干の不親切なシステムにはストレスを感じました。そこがなければバカゲーとしては結構完璧だったのではないでしょうか。そんなわけで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、Twitter のフォローよろしくお願いします。それでは次回の動画で。